アリとキリギリス。ぎーちゃんぎーちゃん楽しい夏、ぎーちょんぎーちょん愉快な歌。蒸し暑い夏の日、キリギリスが木の上で歌を歌っていました。木の下ではアリが汗を流しながら一生懸命に働いています。おいアリくん、君たちは仕事をするために生まれてきたのかい？キリギリスは夏の間仕事だけをするアリを見てからかいました。今用意しないと冬の間に飢えてしまうよ。よいしょよいしょ。まだ時間がいっぱいあるじゃないか。僕は歌いながらもっと遊ぶぞ。ぎーちゃんぎーちゃんぎーちゃん。いつの間にか夏が過ぎて寒い冬になりました。北風がビュービュー吹いて白い雪がコンコンと降ります。お腹すいた。寒い。もう僕は死にそうだよ。キリギリスは食べ物を探して雪の中をさまよいました。お腹がペコペコで歩く力もなかったのです。やっとのことでアリの家を見つけてトントンとドアを叩きました。アリくん、食べ物を少し分けてくれないか。お願いだよ。さあどうぞ、うちには食べ物がいっぱいあるよ。アリの家の中に入ったキリギリスは温かい暖炉の前に座って食べ物をお腹いっぱいに食べました。アリくん、君をからかってごめんね。僕が間抜けだったよ。来年は一緒に働こうね。キリギリスは遊んでばかりいてアリをからかったことをとても悔やみましたとさ。あ、このネズミたちめ。田舎のネズミくん、早く隠れて。チューチュー。都会のネズミが田舎の